スルサミット2012、世界王者のカイトです。下月ゆかりです。アニタマ祭では、大ホールのアニサマワールドインアニタマ祭という、スーパーアリーナとかでやってる8万人動員しちゃう、はい、ライブがあるんですけど、それのサテライトイベントをアニタマ祭の大ホール、小ホールでは、アニソンアカデミーという NHK の番組があるんですけど、なんとメインゲスト、メインの MC が中川翔子さん、おー、翔子たん、はい、そしてゲストが千原みのりさんという超豪華メンバーでお届けしてまして、うん、まあ、この2人がいたらね、あの武道館埋めちゃうレベルなんで、あのですね、500人しか入れないチケットで、もうチケットはあの外れの阿鼻叫喚というか、アニタマ祭外れたわっていうツイートが今溢れております。なんてことだ、はい、ということで、ただ外れた方もね、会場に来れば楽しいことが待っていると、はい、そうですね、もうはちゃめちゃが押し寄せてくれるとね、ドラゴンボールか、はい、でライブイベントにも物販があったり、野外ステージでの、メインステージのイベントがあったり、学術的なですね、聖地コスプレサミットみたいな、あ、聖地サミットみたいなね、あの勉強会をしたり、どうやってこう地方を、ね、盛り上げていくのかみたいな、そういう学術的な集まりもあったりとね、真面目なところから緩いところまで全部取り揃えているというのがアニタマ祭になってます。コスプレのステージはあるんですか？はい、コスプレのステージは今日やらせていただいたコスプレのステージを倍ぐらいの人数でやってきます。まだまだだね。
レイラさん、花束さん、キャラクターはシエル・ファントムハイムとセバスチャン・ミカエルスです。開催しますので、ぜひ皆さん、足をお運びください。